Rated T for Teen. Konosuba! Megumin が機器として拾った石板、それは素材次第で自由に衣服を作れるというマジックアイテムだった。てかちょっと考えればわかるだろう。そんなマジックアイテムが平原のど真ん中に落ちてる時点で怪しいって。この素晴らしい世界に祝福を。この欲望の衣装に寵愛を。案の定、お約束のように呪いが。今度の呪いは欲求が真逆になるという呪いだった。ダクネスがド S に？メグミンがロリコを受け入れた。アクアが綺麗になっちまった。呪いを解くためには真逆になった欲求を満たす服を着させる必要がある。服を生成するための素材をクエストで集めるんだ。特殊アイテムを買う金はバイトで稼げ。そして素材が集まったらレシピ通りにレッツ生成。そして完成した服は嫌がるあいつらをあの手この手で説得して、アクア紳士的にお着替えしてもらおう。生成できる服は盛りだくさん。作った服によりいろいろなストーリーを楽しめるぞ。この素晴らしい世界に祝福を。この欲望の衣装に寵愛を。想像した広がる世界立ち止まって